井さん演出しませんでしたね。すごい。AP なんでもあの車両の感覚だけ掴んでしまう。マーチンさん今車内事故一回に電話したからこけましたよマーチンなんですけど、はい、広電バス乗ったらすごい回転数が高い気がしてなんか、運転手さん怒ってんのかな。もう一個違うのが入ってる。あ、そうなんですか。一応3種類選べるんですよ。あと昔はもうちょっと引っ張ってるのを使ったのと、去年の6月からこの3種類切り替えて横寄りの変速も変速をスケジュールしたんですけど、フォアモード来ます。やっぱりその少し急いでる時とかっていうのはこうパワーモードとかっていう感じなんですかね。入るところではでもこっちで差が全然十分だったんですけど、ちょっと上りとかで外からずーっとしますよね。上り坂ですね。そういう時にやればいい。松井さんどうですか、運転してる感じは違います？楽だね。もうこれからどん、もう今後はどんどんこのオートマになっていっちゃうんですかね。なんか今半分ぐらいですね。まあそんなに普及してるんですかね。あ、広島田舎だな、まだ。広島のバスタブ入ってますね。そうですね。ここのとこよく見るようになったんですけど。遅いしな。路線バス買いたいなと思ってるんです。ぜひ。クラッチを焼いちゃうこともありません。大丈夫です。クラッチ焼いちゃうとすごい。なんで日本のメーカーは開発しなかったんですかね。最初のフルコンではなくて AMT 機械式の、はい、あのジロビションなんですけど、やっぱ
増えてきましたけど、なかなかやっぱバスまで持っていくのがないです。まあ、うちの駅はもともと戦車とかそっちの大きいところが始まってるんで。戦車にもついてるんですか。はい、これとは違うミッションですけどね。もっと大きい、ものすごいでかいやつです。はい、いやドキドキでしたね。ニュータルに入れて、はい、ありがとうございました。もうそれやりたかったんですか。ありがとうございました。